太もも触っていきます。これね、膝によく効くところなんですね。ここはい、何の納得だよね。分かんないけど。はい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 。いや、めっちゃいいそこ。めっちゃいい。分かる人は分かるポイントね。だってこんなとこしてくれないもん。うちはもう確実にしますからね。今からね、お尻を触っていきますが、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを、まあ、膝の疲れ、腰の疲れ、肩甲骨の疲れとして頭が間違えてしまうこと多いんですね、はい、なのでしっかりやっていきます。で、私がわざわざ説明したってことは痛いんですよ。知ってる痛たい、痛たい、痛たい、硬い。それがね、あんまり痛く感じないっていうこの恐ろしさ。そうそう、硬いね、ここ。これ膝痛に効くやつだけど、全く硬くガチガチだよ。よいしょ。わ、久々にこんなケツ見たわ。いや、そこ喜ぶとこじゃないからね。知ってます。これがね、恐ろしいほどにね、はい、痛くない。そう。あー、でもなんかすーげー気持ちいい。ね。うん。あー、いい。あー、いい。緩んできてるよね。うん。うんうん。なんかここら辺は硬いけど押さえていけばスーッと緩んでいってくる。なんていうのかな。なんか素直さがあるね。素直さがある。そのために働いてますからね。わかりますよ、私も。その休みの絶対中にいないからね。ケツだけ張りに来てる。ケツ気持ちいいでしょ。ケツ気持ちいい。うちも当たり前だからね。うちの昔からやってる人たちがものすごいうるさいのね。
いやいや角度がここでしょとか、2ミリ違うぞ、内とか外とか、そう内とか外とか斜め方向とか、そういう人ばっかりなんで手みたいに怒られるので、すごい分かる。こちら上で横向いて休みましょうか。